その時の目標っていうのは、どこにありましたまずはクラブ選手権、クラブだけで戦う全国大会あるんですけど、そこは優勝と、あとはもう、個人的にはどうだったの成績いやいや、個人的には中学校、高校、もちろん大学行く時は、将来的にはプロっていうのは、その時は、入ったはもはプロは考えてなかったですよ。 もう大学を辞めたっていうことに<う>もうスカウトさんとかも見てきてくれないんだなと思ってたのでうもうとにかくなんだろう野球を一生懸命やろうと思ってた中当時、コーチの、ねうん、人が、まあ、カープのスカウトと接点がある方で、うん、まあスカウト見に来て,来てくれてるから、うん、もうちょっと頑張ってやりないよと。うん でその時にプロを始めてまた意識し始めて、はい、でも本当高校の時はもちろんプロに行きたかったんだけども大、うん、学を辞めた時点では1回そのプロっていうところはもう諦めてた,、うん、めたはい